パルマカルチョ1913は、イタリアのエミリア・ロマーニャ州パルマをホームタウンとするサッカークラブである。ニックネームは、クロチャーティとジャンロブルー。1913年7月27日、パルマ広告出身の音楽家、ジュゼッペ・ベルディの名を取り、ベルディフットボールクラブとして創設。パルマ AC のロゴ1968年に、パルマ AC に改称。 1990年代に入って、パルマの食品会社パルマラット代表のカリスト・タンチがオーナーに就任。また、1990年にネビオ・スカラが監督に就任してセリエ A 昇格。1996年にスカラが退任するまで何度もリーグ優勝を争い、国内及び国際タイトルも獲得。ミラクル・パルマと呼ばれた。 2003年にパルマラットが破産、クラブは破産管罪人の管理下に置かれた。2004年にパルマ FC に解消。2005年に前、レアルマドリード会長のロレンソ・サンスが買収を試みるも、資金不足が露呈し、買収は不成立。また、スイスの企業家であるガイターのバレンツァや AC カルペネドロの 元オーナーで鉄工業を営むトンマズ・ギラルディなどの名前が上がり、競売の末に2007年1月24日にギラルディが買収した。2007から08シーズンにセリエ B に降格したが、2008から09シーズンはフランチェスコ・グイドリン監督のもとで1年でセリエ A へ復帰した。2013から14シーズンに創立100周年を迎え、 エンブレムに100を加えた。リーグ戦は6位となり UEFA ヨーロッパリーグへの出場権を獲得したが、所得税の納付遅延を理由にイタリアサッカー連盟は UEFA ライセンスを認可せず、リーグ戦7位の鳥の FC が繰り上がりで出場した。この決定を不服としたギラルディは、会長職の辞任とクラブの売却を表明した。2014年12月に、 ロシアキプロスの複合企業に買収されたが、財政難は解消されず、給料未払いを理由に、アントニオ・カッサーのフェリペラ合計8人の選手が2014から15、シーズンの冬に移籍した。2015年2月、ジャンピエトロ・マネンティがクラブを買収して会長に就任したが、2月22日のウディネーゼカルチョ戦の試合開催費用が払えず、資金の逼迫が表面化。 3月19日に破産を申請した。負債総額は2億1、844万6、754.61ユーロ。なお、破産後も公式戦は開催された。経営面でのサポートを受け負ったデメトリオ・アルベルティーニは2015から16シーズンにセリエ B からスタートできるように手を尽くすとしたが、6月22日午後2時の締め切り時刻までに 不採の弁採に、目処がつかなかったため破産が確定し、パルマ FC は消滅した。パルマ FC の消滅に伴い所属選手は、全員リーグの規定により自由契約となった。同様の事例として、アッコフ・フィオレンティーナ、SSC ナポリがある。2015年7月、ネビオスカラが代表者となって、SSD パルマカルチョ1913が創設され、 セリエ D へ所属することとなった。2015から2016シーズンは28勝10分、礼拝の成績で優勝し、レガプロへ自動昇格した。2016から2017シーズンは、レガプロのジローネーで2位となり、昇格プレイオフに進出。プレイオフ決勝では、US アレッサンドリアカルチョ1912に勝利して、セリエ B への昇格を決めた。 2017年6月、中国のデスポルツグループが、クラブの株式の6割を取得した。これにより、リーガエスパニョーラのグラナダ CF も保有する、デスポルツグループがオーナーとなり、クラブの会長には代表の勝率賞が就任した。2017年7月には、クラブ OB で、歴代最多得点者である、元アルゼンチン代表のエルナン・クレスポが副会長に、就任することが発表された。 2017から18シーズンのリーグ最終節で、スペツヤカルチョウを2から0で下したことで2位となり、3シーズンぶりにセリエへ復帰することが決定したが、その試合前に、FW エマヌエーレカライオが、スペツヤの2選手に、激しいコンタクトプレーは避けてくれと、テキストメッセージを送ったことが、ヤオチョ行為であると、イタリアサッカー連盟が、イタリア連邦裁判所に提訴。 7月23日、同裁判所により、八尾町が認定され、カライオ本人には2年間の出場停止と、罰金2万ユーロ、クラブには2018から19シーズン開幕時に、勝ち点5を減点する厳罰が課された。クラブは、この判決を不服とし、即座に再審請求を行った。その後、イタリアサッカー連盟は、 価値点を減点する処分を撤回し、カラオに対する2年間の出場停止も4ヶ月に期間が短縮された。価値点減点が取り消される代わりに、クラブに対しては2万ユーロの罰金、そしてカラオには3万ユーロの罰金処分が発表された。スタディオ・エンリオ・タルディに、カッコ内の国旗は、その他の保有国籍を、星印は EU 県外選手を示す。6番は、 アレッサンドロ・ルカレリエ Q 決番ありがとうございます。